今回は海外でソーシャルワーカーがヒーロー英雄と呼ばれる2つの理由というテーマについてお話をしていきたいと思います。でここしばらく AI を使った動画を上げていて特に ChatGPT が返してくる情報が世間の評判にたがわず精度がものすごく高くてこれは面白いなぁと思っていたんですがただねまだ今の時点だと正直全部が全部すごいっていうわけではなくて質問の内容によって正確無比に返してくることもあれば。 案外ね、微妙に事実とは違うというか、なんならガセネタを返してくることもあったりするんですね。なので、AI に質問する場合は、著名な YouTuber さんも言う、ガベージイン、ガベージアウトという言葉があって、つまりゴミを入れたらゴミしか出てきませんよということなんですね。例えば、こんな感じで、社会福祉士の YouTube チャンネルといえば、あと、私が ChatGPT に質問すると、まあ、こんな感じで回答が来て、 えーとまあここに上がってる3人の人はねみんな実在する人っちゃ実在する人なんですけど特に真ん中の西岡澄子さんは私と同世代でもともとはピン芸人で今はタレントさんとしてご活躍されてるというまあそんなご様子なんですけれどもあのいつの間に社会福祉士になったのかなって話ですよねで同じ質問でもチャット GPT が返してくるパターンっていうのがいろいろありまして他のパターンで言うと えー、チャンネル名と合わせてわざわざリンクも貼ってくれてるんですけれどこれがまたねびっくりするぐらい全部ガセネタなんですねもちろん全国的に名の知れた著名な方とか例えば有名な YouTuber さんとかインフルエンサーの人について聞くと AI も正しい答えを返してくれるので少なくとも私は YouTube を続けて銀の盾をもらうとか ChatGPT に自分のチャンネルを認識してもらうまでは有資格者としての名に恥じないように。 謙虚な気持ちで頑張っていきたいと思っているところですというわけで前置きはそれぐらいにしてここから本題に入っていきたいと思いますがまずは皆さんにぜひ見ていただきたい動画がありましてそれがこちらです I have theme song, come on!、Um, I love this song and I love this song because everybody needs a hero And in fact, at some point when life throws us a big challenge, we need a superhero. Somebody who is not scared to jump into the chaos and fight the good fight with us shoulder to shoulder, right? So I've got good news for you today. Because all around the world, cleverly disguised as mild mannered individuals, we have thousands of superheroes, over 600,000 of them in the US alone. というわけで今ご覧になっていただいた動画は実際に YouTube に上がっているものでテッドというプレゼンテーションの番組とか動画はどこかしらでご覧になったことがあるという方も多いと思いますがテッド X というのはテッドから派生したもので X というのは英語で掛け算のかけるという意味で使われることがありますので 例えば、テッド X 東京といえば、東京を舞台にしてるみたいな感じで、今回の動画だと、テッド X コロンビア SC ということですから、私の解釈が間違ってなければ、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州にあるコロンビアという町で行われたプレゼンイベントということで良さそうですかね。まあ、場所のことはさておいて、壇上でお話をされていたのが、こちらのアナ・シャイエットさんという。 えー、2015年当時がねどうだったのかはちょっとよくわからないんですが今現在検索してわかる範囲でいうとアメリカのジョージア大学というところで経歴にプロフェッサーと記載されていますのでこれはソーシャルワーカーを養成する学科で教授をされているということですね。でアメリカの場合は日本と違って国が一括して資格を管理しているというよりも州ごとに認可している資格がいくつかあるようですが。 これはアメリカに限らず、カナダも含めた北米、それから欧州、ヨーロッパ、北欧各国に共通して言えることは、学歴が最低でも学士、いわゆる4年制の大学、多くの場合、修士課程以上の大学院を出ないと、ソーシャルワーカーとして仕事はさせてもらえないという、まあ、私が見る限りでは、アジア以外の先進国ではむしろそういう国の方が多いという印象です。 中でもヨーロッパ特にソーシャルワーク発祥の地と言われるイギリスそれから北欧のデンマークやスウェーデンといったあたりではもうソーシャルワーカーの地位は日本とは比較にならないくらい一般的に広く認知されていてさらに待遇面もすごく良かったりするんですね。まあだからといって私は日本のソーシャルワーカーはもっと学歴や資格取得の条件を厳しくした方がいいみたいなそういうことが言いたいわけじゃないんです。 えー、これをもっと日本国内の事情に置き換えて分かりやすく説明すると大学院を出ないといけない資格というのは臨床心理士が近いといえば近いですがあの公認心理士の資格ができるずっと前のもうかれこれ20年以上前なんなら10年ぐらい前でも心理カウンセラーっていうと世間の人の中にはなんか怪しいことをやってるいかがわしい人みたいにね思われることが普通にあったわけですね。 まあ、それは臨床心理士の資格以外にゴミみたいな資格が山ほど乱立してたので余計にそう思われてしまったというのはありますが、いずれにしても臨床心理士と社会福祉士というのは何気にほぼ同じ時期、昭和が終わって平成の時代に変わる直前にどちらもスタートしていて、で、この三十数年、社会福祉士は試験に受かって登録したら後は放置しても自分は社会福祉士だって名乗れたのに対して、 臨床心理士は5年に1回必ず更新をしないといけなくてしかも更新するのに研修に参加するのはもちろんさらに学会等で研究発表をするとか論文を書くみたいなこともしないといけないのでこれね意外と知らない人多いんですけれど臨床心理士の資格を維持するってね実はめちゃくちゃ大変なんですよなので資格が誕生してから今日に至るまで資格を維持するために全員漏れなく必死で頑張ってきたという バキバキに臨床現場で鍛えられたゴリゴリマッチョな集団と、資格の上にあぐらをかいて、自己検鑽もしないで、こんな資格は取っても意味がないとか言っちゃってるね、平和ボケしたような、平成から令和の時代に変わってもなお多数派を占めちゃうような集団を比較したらもう、今現在ね、どっちの有資格者が世間で評価を得られてるのかって、そんなことはもうね、私が今更いちいち言うまでもないという話になるわけですよ。 まあこれに関してはあんまり言うと動画の趣旨からそれてしまうんですがとにかく日本でソーシャルワーカーというと国家資格の歴史は言っても浅いので。 今でも資格がなくてもできる仕事なんて探せば出てきますし、なんなら学歴も問われないで仕事ができるという側面もあるわけです。で、それに対して海外でソーシャルワーカーというと、北米、欧州、北欧諸国の場合、何も資格が存在しないという国があったとしても、ほとんどの場合、大学院レベルの学歴は必要とされることが多いですよということです。 さらに言うと、日本のソーシャルワーカーというのは、先ほどもお伝えした通り、同じ時期にスタートした臨床心理士さんにすっかり置いてきぼりを食らっている状態ですと、で、世間的な認知度も相変わらずほぼないに等しいレベルで、場合によっては同じ職場で仕事をしている他職種の人からも、何をやっている人なのかわからないと言われてしまうようなありさまです。 でそれに対して海外のソーシャルワーカーの世間的認知度というのは日本と全く違って広く一般社会に知られた上で高い評価も受けていますとそれから国によっては揺るぎない社会的地位があるとか比較的安定した収入が得られる職業としても知られているということですただこの部分に関しては実はアメリカの事情というのはヨーロッパと一味違うところがありましてまあ皆さんご承知のところもあると思いますがアメリカの格差社会というのは僕らの想像を絶するところもあるんですね で観光地からちょっと外れたところは、もう夜どころか昼まですら一人で歩いたら危険と言われる場所があったり、あとはドラッグの問題も年々ひどくなっていて、これは知らなかったという方は、こちらの動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、関心があるという方は自己責任で見ていただければと思いますが。 えー、私もかつて生活困窮者の支援をしていたときに、このドラッグで人格が完全に壊れてしまっているとか、あのー、注射の使い回しで C 型肝炎に感染して、その治療の過程でインターフェロンという薬を注射で投与することになるんですが、これね、1回、2回の投薬で治ることはないので、数ヶ月から長いと半年くらい通院することになるんですね。 でこの場合、生活保護を受けている人は医療扶助といって自己負担ゼロで治療が受けられる仕組みになっているので、覚醒剤で病気になってお金がない人の治療というのは、一般の方の保険料と税金から賄われることになるわけです。 でアメリカの場合はこの注射器の使い回しというのがあまりにも多すぎて、日本でいうところの保健所で注射器を無料で配布せざるを得ないほど深刻な問題になっているので、もうそういう世界観が日常に溶け込んでいる中で、ソーシャルワーカーを目指すというのは、もうよほどの覚悟がないと務まらないし、しかもそれだけの覚悟を持ってしても、仕事を始めたら始めたで理不尽極まりないことの連続で、日本と比較したら待遇がよく見えても、 この闇が深すぎるアメリカ社会の中で見たら仕事の内容と給与の額が全然見合わないということで現現場で働くく人たちから不満の声ががが意外とと多く上がっているといるう現実があります、えー、そのことを踏まえておかないと今回紹介する動画を見た人の中にソーシャルワーカーがスーパーヒーローとか言ってるけどあのこっちの仕事の方がよっぽど大変だよみたいなことを言い始めちゃう人が出てくるんですよね。 まあ大体の場合はスルーして即ブロックしますがこれだけ言ってもまだ失礼な物言いをしてくる方はね、えー、私もそこまでお人よしではないのでそれ相応の対応をさせてもらうこともありますから自分の素性がバレたらおじけづいちゃって何にも言えなくなるような人はねもうねそういうのはよそのチャンネルさんでやってくださいねとお伝えしておきます。